おはようございます、たかしです。本日は1月31日火曜日、ただいま7時16分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足からです。昨日の日足は陽線、下髭の陽線となってますが、実態はあまりないんですね。下髭も上髭も出している状態ですので、現在はどちらに行くのかを迷っている、そんな地合いですね。今は GMMA の青帯に接触、そしてストキャスティクスも高値圏からデッドクロスというところで、今までの過去の動きを見てますと、ここ1月の12日頃とか、ここですね、12月の9日ぐらい、こんな感じです。ここの下落、ここの下落と、ストキャスティクスが高値圏からデッドクロスするところは比較的大きく下落してきておりました。ただし今ストキャスティクス高値圏で、そして GMMA 接触しているにもかかわらず、なかなか下げきれないなっていうのが現状です。そうなると次はここからの上抜けに期待したいところなんですが、まずは直近の戻り高値がこの白点線ですね、 162.332、 これが日足の下落トレンドの戻り高値になりますので、162.3 付近を明確に上抜ければ、次は日足単位での大きな上昇になっていくと考えますが、まずはここでどうなるかっていうところが今の注目ポイントです。現在は日足単位で見るならば、162.3 付近に少し届かない高値圏に張り付いてますので、一度この白点線を目指して上昇するとは考えるんですけれども、なかなかに上値が重くて、それも現在はできないなという方向感のない分かりにくい相場が続いております。では次は4時間足です。先ほど言ってました日足の目線切り替えポイントがこの高値ですね。この下落に対する戻り高値が白の点線 162.332 なんですが、ちょうどここにはオレンジの点線も重なっておりますので、4時間足日足ともに目線がここを上抜けると上向きになってきます。つまり逆に言いますと、4時間足も日足もここまで来れば次は戻り売りの対象になりますので、そこを上抜けられるかどうかっていうのは大きな節目になってくると思います。現在はエリオット波動をイメージしているのですが、なかなかに伸び悩んでいる上値が重い状態。ただし直近の動きを見てますと、オレンジのトレンドラインを横抜けてきております。つまり上昇の勢いが弱まっているということなんですね。ただし4時間足の GMMA にはまだサポートされてますので、上昇する可能性が高いとは見てますし、一旦の分かりやすいターゲットとして 162.3 付近っていうのがありますので、一度はそこを目指してくるんじゃないのかなと。そして目指してきた時に上抜けられるのか、そこから下落していくのかという、そんなイメージを持っています。現在4時間足のストキャスティクスは高値圏に向かってますが、動き方としては綺麗じゃありませんね。マクディに関しては方向感がありませんので、もしかするとこのまま4時間足単位でのレンジに入っていく可能性も考えられます。今 GMMA はかろうじて上を向いておりますが、このままチャートが横ばいを続ければ GMMA も収束して横向きになってきますので、そうなると4時間足でのレンジというのに入っていきますが、現在はかろうじて安値を切り上げてきてますので、ここから一度上を目指すんだろうなという、そんな印象が持てます。では1時間足です。1時間足には黄色のボックスを描いております。下限が160円ぐらい、上限が 161.7 ぐらいというところでの、今はボックスの中での動きになってます。1時間足の GMMA はずっと横ばいですので、現在はレンジ相場。そして4時間足では GMMA がじりじりと切り上げてきてますので、安値を少しずつ切り上げてきてますよね。なので基本的には上昇する方に優位性があるとは思いますが、1時間足を見ているとレンジ相場ですので、下がったところで買って上がったところで売っていくっていうのがいいと思います。ただし昨日もそうなんですが、昨日は上がって下がって上がって下がってというのを繰り返しております。結果的に日足は陽線では引けておりますが、中身を見てみるとかなり乱高下、方向感なく動いているのが分かりますので、こういったところでのトレードっていうのは極力控えるのがいいと思います。先ほど言いましたレンジの上限下限に来るのを待ってからトレードをしていく、でそれ以外のところでは待ちの姿勢がいいのかもしれませんね。現在は4時間足単位でまだ上昇していく可能性を考えてますけれども、それもそろそろ怪しくなってきてますので、ここから上昇を狙っていくのであれば、しっかりと引きつけてエントリーしていくことが必要です。つまり昨日の安値ぐらいまで引きつけてのロングエントリー、そして昨日高値ぐらいまで引きつけてのショートエントリーっていうところを考えていくのがいいんじゃないでしょうか。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったら応援をお願いします。皆さんの応援がより多くの初心者の方へこの動画をお届けすることにつながります。
そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップでは、初心者の方が少しでもスキルアップできるような丁寧な解説動画を毎週1本更新しています。トレードでの基礎が学べるメンバーシップにご興味があれば一度お試しください。それから初心者ではないけど安定して勝てないという方は、ポストプライムでのプライム会員をおすすめしています。こちらは2週間の無料期間がありますので、その期間をご利用いただき、自分に合うかどうかを検証していただくのがいいと思います。まずは行動しないと何も始まりませんので、無料期間を上手にご活用ください。詳細は概要欄にあります。また iPhone や iPad の YouTube アプリにはメンバーシップボタンが表示されない場合がありますので、Safari などのブラウザーから YouTube にログインしてからお申し込みをお願いします。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、Stochastics、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。